小田急電鉄は今日から IC カードを使った子ども運賃を一律50円に引き下げます。小田急電鉄は今日の始発からダイヤを変更しています。それに合わせて IC カードを使った子どもの運賃を全区間一律で50円に引き下げました。子どもの運賃を持続的に大人の運賃の半額以下にするのは全国の鉄道で初めてだということです。また小学生の通学定期券も1ヶ月800円に引き下げました。小田急電鉄は子育て世代を応援し遠征に出かける機会を増やしてもらうため利用しやすい運賃にしたとしています。